距離が出る動画とかよく撮ってんじゃん、うん、俺一個ふと疑問に思ったことがあってね、そもそもね、うん、なんで飛ばしたいのかなと思ったんだよね、うん、その飛ばす目的ってすごい大事なんじゃないかなと思って、うん、例えば、うん、ただ飛んだことに対する喜びなのか、うん、スコアにつながるから飛ばしたいのかっていうのもあるなと思ったんだけど、うん、そんな中で平井くんがよく言うじゃん、飛ばしたいんだったら曲がり気にしちゃダメだって、うん、目的がやっぱ違うのかなと思って。平井弘明のワンナップゴルフ、まっすぐ行かせたいっていうのが目的だったらやっぱ振れないし、うん、飛ばせないじゃん、うん、そうだから何目的なのかなっていうのがすごい大事だなと思う。人によっても違うのかなとも思うよね、うん、だからプロがっていう言い方あれだけど、トップ選手が飛ばしに行く理由っていうのはセカンドショットの番手を楽したいからよね、うんうんうん、やっぱりワンクラブでも短いクラブで打つことで結局確率を上げるために飛ばしたいんだけど、ただ飛ばしってティーショット自体の確率は下がるんだよね。ああだから、いい、あそうか、そういいところを見すぎてると飛ばしたいって結構言っちゃうことが多い、うん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 、あとは飛ばしたらセカンド楽なんだけど、うん、ティーショットを飛ばすのは楽ではないわけよ。そうだね、楽をするために努力する、努力したら楽をできると か, なんかそんなことになってくる、ね、だからりょうくんは間違いなくアドバンテージを取るために飛ばす、まありょうくんじゃなくても全員なんだけど、うん、まあ、そういうことがやっぱ結構あるよね。そうだからそれで思ったのが、アマチュアについて言えば、うん、まずその自分のマックスの飛距離っていうか、うん、限界を伸ばすんじゃなくて、うん、そもそも限界の飛距離まで足していないっていう場合が多いじゃない、おそらく、うんうん、でそれを伸ばしていこうっていう話と、うん、前もやったけど動画で、うん、自分の限界の距離をまず出しましょうっていう話で違うじゃない、うんうんうん、そんで飛距離を伸ばしたいってその何のためにっていうのは限界の飛距離を伸ばしていきましょうっていう感じだと思うから、うんうん、それだったらプロがそういう風にやってるのは分かるんだけど、うん、アマチュアのそのなんていうのまだ自分の飛距離が出せてないっていうのを出すのはまた違うかなと思って、うん、そうだね。要はプロが今の限界の距離を打ててて、うん、そっからまた伸ばすっていうのって前提として絶対に当たるっていうのがついてるわけ。あーそうだね、絶対当たるものをマックスの飛距離を打てて、うん、プラスそっから伸ばすのが、まあ、今トップアマとか、うん、プロゴルファーがやってることで、うん、だからもう五分五分しか当たらない方もしくはそれ以下の当たりしかしない方が飛距離を伸ばしたところで曲がることに拍車をかけることになる、うんうん、だからコントロールをしてくださいね、要はリスクが伴いますよ、うん、でもしそれでもやるんだったら曲がりを怖がらないでくださいねってワンナップゴルフが言ってるっていう感じなんだよ。そうだよね、うん、だから結局その YouTube 全体の話になっちゃうんだけど、うん、ワンナップゴルフはコアが良くなるように話してるじゃん、うん、だからコースで使える話しかしないじゃん。練習場だけでマットの上からナイスが打てる方法って教えてないでしょ、うん、じゃあワンナップゴルフはそのスコアを良くするために、うん、例えばあなたの限界の飛距離を出すためにはこれやりましょうとか、うん、曲がらないようにはこれやりましょうって言ってるけど、じゃあそもそも飛ばすことに喜びを感じてる、うん、仲間内で行ったゴルフで飛んだら嬉しい、うん、っていうのとまた目的が違うし、うん、スコアじゃなくて友達と楽しくゴルフができればっていう、うん、ゴルフだったら別にスコアうんぬんじゃないから、うん、そういう意味でもゴルフの YouTube 見るんでもどのチャンネル見るかってすげえ大事だなと思うんだよね、うん、そうだね、うん、本当にエンジョイゴルフでスコアを気にしないんだったら、うん、例えば4人で行って、うん、飛ばしをやりたいっていう人が一発例えば300ヤード飛んだら場は盛り上がるじゃん。あそうだね、めちゃくちゃ楽しいよね、うん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 、ですげえってなって、うん、ですげえって言われたら気分もいい、うんうん、でも本人は別にスコアも気にしてないし、うん、その一発打てれば満足っていうんだったらもう万々歳じゃない、うん、それは俺は全然いい。そうだよね、うん、いいと思う。だけどもちろんなんかラウンドするんだったら回数重ねるごとにどんどんスコアへの執着がやっぱ増してくると思うんだよね。うん、うん、そうなってきた時にその飛距離を出す自分とスコアを出す自分とまあ戦えるかどうかがすごくポイントになるよね。うん、ワンナップゴルフ的にはこうどんなチャンネルなのかなっていうのも聞きたいなと思って、例えば、うん、ドラコンの人がやってるチャンネルがあったら絶対飛距離なわけじゃん、うん、それでスコアのための飛距離じゃないじゃん、飛距離のための飛距離じゃん、うん、それって、うん、
って言ったら分かりやすいし、例えばワンナップゴルフが飛距離って言ってるのはスコアのための飛距離ね。ああなるほどね、うん、その前の段階で、うん、例えばレッスンに来ていただいた方だったら多分うすうす分かってくださる方多いんだけど、うん、俺のレッスンって、うん、例えばミスの可能性、うん、練習場でもコースでもどっちでもいい、うん、その、まあ、単純なミスの可能性と、うん、コースで出るであろう、まあ必ず出るよねっていうミスの可能性をゼロにするのが俺のレッスンだよね。要はゼロに近くするわけだから、大げさに感じるかもしれないレッスンに来た時は、うん、でもここの場のショットのために俺はやってないから大げさでいいわけよ。極力コースでそれを絶対打たないようにするためのレッスンをしてるから。あ、だからもっと押せもっと押せなんだ。ここでは押さなくても打てちゃうんだ。打てちゃう、欲がないから。しかも芝じゃないし、そうで滑ってくれるし、うんうん、でもコースであのね、そんなのどれだけやらせてくれないと思ってんのってことなので、そのためにコースで一発ナイスショットを打つために全力でレッスンをするわけよ。可能性として絶対ダメだよっていうものをゼロに、極力ゼロにしたいっていうためにやってるから、うん、だからそんな大げさにはできないでしょとかって思ってる方も絶対いるよ、うんうん、それは別に悪くない、思うんだろうなって俺も思って言ってるから。だけど何のためにって蓋を開けたら全部スコアとコースのためだから、だから、まあ、そんなんでいいですよなんてレッスン 100% やらないわけ。それはねすっごく意識してるなるほどね。ああ、そしたら変なし練習場じゃなくてコースで撮ってたら違うかもしれないんだ。違うかもしれない。実際に芝の上から打って、ああほらこれじゃあ押せないよね、うん、負けちゃうよねっていうのがもっとちゃんとできるんだ、うん、コースでもし取ってたら。そう、結果としてもっとはっきり出るから。そうだよね、うん、例えばじゃあ飛ばしをね、うん、練習場で今やります、うんうん、お客様に、うん、そしたら練習場で10ヤード伸びた喜び、うん、そんなの全然俺は嬉しくないわけよ、うん、そしたらコースで1ヤード伸びた方が120倍嬉しいから、そんぐらい飛ばせないんだからコースじゃ。だからもうちょっとこうしてくれああしてくれっていう注文が多いわけよ、うん、うちのレッスンは。なるほどね、うん、そりゃね50点でいいんだったらもっと楽ですよそうだね、うん、そっか。しかもあれだね、仮にエンジョイゴルフだとしてもさ、コースでのエンジョイゴルフもね、うん、練習場でのエンジョイゴルフを目的にしてる人さすがにいないんだから、絶対コースでは打つんだから、うん、コースで使えるショットを教えてくれてるってことだ。そう、そうだよね。エンジョイ練習場ないもんね。エンジョイ打ちっぱなしを目的にしてる人、あ、一回もコース絶対俺は行かないよって言うんだったらいいと思うそうあのバッティングセンター感覚あーなるほどね、試合はしない、はい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 、機械としか相手しないって言うんだったら俺は全然それはね、ね、もちろんありだと思うんだけど、うん、何のために練習に来てるかっていうと多分9割9分の人はコースのためだと思う。そうだね、うん、そうだ。もちろん運動っていう人もいるだろうけども、うんうん、でもほとんどの方がコースに行くだろうと、うんうん、思って俺もレッスンしてるわけだから、うん、マイナスの確率を減らす、どこよりも減らすっていうためにレッスンをやって、そういう教え方をしてる。そういう人が見に来てくれれば、ああそうそうそう、いいと思いますよ。そうだよね、エンジョイですげえ飛ばしたい人はそういうチャンネルを見てもらった方がいいってことだね、うん、少しでも気に入ってくれたら、まあ、うちの動画内容を試していただいたりとかしていただいて全然いいと思うし、そうするとさ反対にそんなにスコアじゃないんだよね、なんとなくうまく打ちたいんだよねっていう人が来るとこんなすげえやるんだみたいな感じにはなっちゃうかもしれないんだ。なっちゃう、なっちゃうね絶対ね。そこまでいらないですって、そんなガチなのみたいになっちゃう、うん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 、あかもしれない。かといって、うん、複雑な動きではないわけよ、うん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 、もう考えたって分かる動きをレッスンでは言うんだけど、うん、前も動画で言ったんだけど今の動きからほぼ真逆に行くわけ、うん、だからめっちゃ難しく感じるんだけど、うん、例えばボール打たないでその動きやっていったら 100% できる動きをやるわけよ、はいはいはい、でもさ例えば俺とトール君の友達にゴルフやらない人がいるとして、うん、例えばこっから消屈してってこうやってやって今の1回の動きで、うん、どうやってやるのってなるじゃん。なるほど。でもさこうやってこうやってやったらさ絶対できるじゃん、まあ そうだね、そういうことだ。そういう難しい複雑な動きっていうのはやらないわけ。ただ今ボールを打つために動いてる動きと真逆をやるからボールを打つってなった時に難しいって感じてるだけだから、うん、それは時間が解決することだから、うん、それの難しさは俺はめちゃくちゃ難しくてできないって言われたって俺はいいと思ってるわけ、うんいずれできるんだから。でもできない動きってあるからっていうことなんだよね。あ、うん、で必要ない動きだよねっていう、うんうん、そういうのが区別ができてくるだけでも自分で区別できなくても別に俺が区別
させてもらえれば、うん、それは全然いい、それはそれでいいから。自分のゴルフのスイングっていうのはどういうものなのかっていうのを最初もちろん分からなくていいんだけど、やっぱり分かろうとする自分も必要だし、どうすれば楽をできるかってことだよね、うん、楽をして飛ばせるかスコアよく回れるかって言ったら、もう単純に練習少なくて軽く打ってめちゃくちゃ飛ぶのが一番楽なわけじゃん。もうそうだね。 あそういう動画が伸びるんだね。ああそう伸びる伸びる。だから今日も登録にメモしたけどさ、うん、やっぱり次の日朝起きて、うん、お金使わないで、うん、超上手くなってるのがベストなわけだ。そうだね。ああでもそんなことはもちろんありえないから、うん、だったら楽をするんだけど楽をする努力をするわけ。探せたりとか、うん、自分の楽は何かって絶対探さなきゃいけない、うん、そういうものをシンプルに考えられるようになったら絶対クラブだよねってなるわけよ答えは、うん、難しいことをやるのがやっぱり喜びになってる方もいるから、うん、そしたらその難しい動きでやった満足感を喜んでもらいたいし、そうだね、それが目的になってるから、目的になってるからその人はね、そう、うん、でも失礼な話ワンナップゴルフではないってなっちゃうから。そうだね、それは、うん、あそれはそれで自分のやり方だから。そうだね、うん、いいんだけど、うん、だから俺はその自分で試合出てた時にそういうことは一切抜きでいいスコアも出たし、うん、納得するショットも数多く打ったから、うん、今入れないですよ僕は何もしませんよっていう動画を発信できてるわけだから、うんうん、だからこれだから上達できないとか、うん、こうしなきゃ上手くならないよってわけではないからさ、うん、話戻すとその飛ばしっていうのも、うん、あ飛ばしは一例だって今の聞きたかったわけだから。そうそれは、うん、じゃあ何のためにやるのっていうのはすごく大事かなって、うん、今のでも話を聞いてて一個思ったのが、うん、なんだね、その楽して上手くなるってクラブなんだね結局体じゃなくて、ね、クラブだね、最短距離で上手くなりたいんだったら、うん、クラブなんだってことだよね。どんな遅いスピード軽い当たり方でも例えば100ヤード絶対飛びますよって言ったらこうやって構えて、うん、こうやってやってる方が一番楽じゃん。そうだね、うん、でそれの一番最大限の動きっていうのが手打ちだ。あこれがこう、うん、これ体使ってないじゃん、うん、でこれで飛ぶんだったら一番楽なわけ、うん、だからそういうものが例えばじゃあ体を使って楽に飛ばすって言ったら、うん、体は頑張るわけ辛いわけだけど腕が楽なだけだ。あはいはい、そういうものが必ず出てくるから、うん、何が大変とか楽とかっていうのはあんま考えない方がいいんだよね。方法として楽なものを考えていけばいいだけでやり方じゃないから、コース行った時のショットと練習場のショットじゃもう全く別物だからっていうことを数多くラウンドに行って自分で分かったら、うん、あなんとなくこんなこと言ってた動画があったなって思い出していただければそれでいいです、はいはい、それぐらいものが違うよってことです、うん、ドリルとかねそういうものをやるんだったら練習場でやっていいんですよ。だけど80代とか90代前半とか80代70代になってきてそれよりもう1段階上に行くんだったらもう間違いなくラウンド数ですから、これはもう絶対なの、絶対ラウンド数なの。僕の話していいですか僕アメリカ行ってたんですよ3年半。それでアメリカ行くまでは60代も数回しか出したことなかったんですよ。アメリカ行ってた時ってほぼ毎日ラウンドするんですよ。350日ぐらいラウンドするんですよ。したらなんでオーバーパー打つのって思ってやってたんですよ。それぐらいアンダーしか出なかったんですよ。48日間連続アンダーってやったんですよ。でもその時なんてああ今日アンダー出るかなじゃなかったんですよ。いくつアンダー出るかなって回ってたんですよ。で日本帰ってきて日本で自分の親と回った時も全然68とか67とかバンバン出るんですよ。ラウンド慣れコース慣れっていうのがすごく大事で結局出し方を知るってことなんですよスコア。そういうものってラウンド経験が多ければ多いほど出し方を分かれるって知れるんですよ。だからなるべく、まあ、時間とお金に余裕がある場合はラウンド数を増やしてあげた方がいいんですよね、うん、なんでそういう練習のこう仕方の変化をつけることも大事ですよ。目的意識をしっかり持って練習するということが大事になると思いますので、はい、そういうものをワンナップゴルフのレッスンではお伝えさせていただいております。なんで今回の動画がですね気に入っていただけましたらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。ワンナップゴルフではオンラインサロンをやっておりますが絶対入らないでください。